いらっしゃいませ。はい、はい。夏バテですか。夏バテのメカニズムもだいぶ分かってきましてね。もちろん夏バテの場合こういう栄養ドリンクで補給してもらうほかないんですけどもね。それじゃあちょっと夏バテおよびその辺のことを言いましょうか、聞かせましょうかね。まあ生理学的にこの頃お客様分かってまいりましてね。なんで夏バテが起こるか、やっぱり中枢神経なんですね。内なる言葉によって我々支配されてんですよ。基本的に体温を調節する中枢と食欲を司っている食欲中枢が隣同士というか非常に近い距離にあるそうですよ。それでもって夏場はこのね熱が上がってきてですね、で体温も上がってくるとですね、これは体温調節中枢の方から食欲中枢に向かって体の熱をじわじわ上げる脂肪分とかタンパク質を取るなよという指示サインが出る。で食欲中枢はそれに従いますから、当然炭水化物とかその辺のつるんとこのねそうめんだとかおそばなんかで済まそうというふうになってしまう。だから栄養分を補給しなきゃいけないから夏バテが起きちゃうから栄養ドリンクを取ろうと、こういうことなんですよ。私ねやっぱりお客様面白いなと思うのはね、声なき声、体内の声によって我々そういう指示に従って動かされてるんです。行動パターン不思議ですよね。もちろんうち栄養ドリンク全商品フィーチャーしてますよ。すごいですよ。いやこれバブルの時はね2000円3000円台のザラに売れたんですよ。みんなストレス抱えてなんか調子悪いと思った時キューッと飲んでね、ああ気持ちよかった、これストレスのお祓いって言われて、この辺はもう神社の鳥居みたいなもんでしたよ。それがもうバブル弾けてから高いの売れません。安いのが結構出てるんですよ。言いましょうか、聞かせましょうか。あ、一番上の段からご紹介しましょうか。こちらはまずタウリン 1000mg 配合のリポビタン D です。日本三大リンといえばミポリン、サリン、タウリン、この中のタウリン、なんと 1000mg 入っているという。 1000mg 入っているならなんで正直に 1g 配合と言えないのかの代表。そのお隣がリポビタン D スーパー、こちらはタウリンが 2000mg 入ってますからね。でその後3つ目、こちらはですねウルトラマン兄弟と同じです。ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンエースと同じリポビタンデーエース倍の500円です。そしてもう一つ、塾だファミコンだとお疲れのお子様には本当にカルシウム配合が嬉しいと言われているリポビタンデー承認をもございます。さあそれから何がある、ガラリと変わりまして同じく対象でも、そうです、サモン内服液、あのアマゾンの飛躍ムイラプヤマ配合のサモン内服液、内服液という古臭いネーミングがいかにも薬っぽくていいと厨房人に根強い人気を誇っております。そのお隣はガラリと変わりまして気血性ドリンクのデザ、なんと大気の気、血液の血、精霊の精と、こんなすごいものが3つも小さな瓶に入っているのはブリがあるぞと大評判になっておりますけれどもね。こちらはすごい、まさにドリンク業界の自民社会先駆けダイヤ号です。胃袋内の区割り法案は大丈夫なのかとも言われておりますが、さあこちらは対象に対抗いたしましておなじみの中外製薬グロン酸シリーズ、まずはグロン酸内服液シンプルな180円から始まって、今一押しはゴジカラ男のグロン酸 DX、 こちらはタウリン 1000mg 配合に対抗して何が入っているか、なんとグルクロノラクトン 1000mg 配合。もうグルクロノラクトンなんてものが入ってんだったらもうイグアノドンでもデンゼルワシントンでもマーク・ハミルトンでもどんどん瓶の中に押し込んでもらいたい。ああそのお隣、24時間働いていた頃が懐かしいぞ、リゲイン、アリナミン V、 アリナミン V&V、 大乗 V、 エーザイからユベロンゴールド、ようやく SS の S カップシリーズのところに近づいてまいりました。こちらは階級ヒエラルキーが比較的シンプルではっきりとしております。まずシンプルな S カップから始まって S カップ C 戦、 S カップ E、 S カップキング、リーダーボスダル的な存在はストロングキングとなって、お客様マムシが欲しいなら共和のながらんドリンク、そして忘れちゃいけないのがマムシなら赤マムシ本舗のマムシゲン X、 こちらはもう3000円ぐらいしてますからちょっとお高くなっております。懐かしいぞピップ藤本のダダーン、ようやくユンケル皇帝液のセクションが近づいてまいりました。ユンケル皇帝液といえば佐藤製薬はユンケルシリーズだけで年間なんと300億円の売り上げ、1000円台から上のグレードの高い栄養ドリンクではひときわ一人勝ちの様相を呈しているわけでありますが、まずシンプルなユンケル皇帝液800円の作り方からご紹介しましょう。成分は簡単です。マムシの皮を取り除いて、そして乾燥させてアルコールで抽出したマムシチンキを中心にロイヤルゼリーだ、ビタミン B12 だ、人参を加えて、そこにまだまだ酢酸トコフェノール、コンドロイチン、硫酸ナトリウム、これ全部覚えてる本当のことですからね、こういうものを全部総合的に配合いたしました。辛みが特徴のドリンクだ、ユンケル皇帝液800円。おっと辛みが嫌だなという女性向きのライトな感覚はユンケル皇帝 L、 そしてユンケルハーバル皇帝液、ユンケル皇帝ゴールド、ユンケル皇帝ロイヤル、ユンケル D、 ユンケルグランド、そして最高峰はなんと10種類の植物性生薬と5種類の動物性生薬を見事に配合してビタミンまで加えた新処方ユンケルファンティ3000円。ファンティとは中国語で皇帝のこと、ズバリ直訳すればユンケル皇帝皇帝液、皇帝がダブってどうするんだ、お客さん何にしますか。リポビタンで小児よ、坊やだったのね、坊やとは知らなかった。もう坊やなんだからいいか、もう塾の帰りでしょ、もうこれあげちゃうから、いいもういらっしゃい、もうね、またおいで。いやマリアさん子供でしたよ。盲点ですねこれは。